800m 日本学生記録は1分45秒75。2014年に日本大学川本翔君が作った記録です。北信越学生記録は1分48秒99。95年に福井工業大学一志学君が作りました。女子やり投げの決勝、第一極走路内側投擲場、投擲場です。日本学生記録 62m37 は今年、国士舘大学の斉藤真由美さんが作った記録。お湯はまあ200m 予選の結果をお伝えいたします。大岩マーチ、
先頭は金沢商業大学田中健二。連絡をいたします。以上、橋本潮でスタートです。
On your mark.お客さんの前の表彰台は